eyes close on you. Just a second ago I spilled the truth. I told you how I feel it. Feelings for you. And you kissed me. やっぱ高校生ということもあってたくさんお話ししてくださったので大変嬉しかったです。また次も作ってください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。このゆら祭、先ほどから書いてありますように国際そしてドキュメンタリーということでございます。一番面白いのは人間ドキュメントなんだ、スポーツだって人間ドキュメントなんだ、人に焦点を当てるから面白くなるというふうに言われた覚えが30年前に私ございました。映画の監督をご紹介したいと存じます。バブルオンザレイクサイド、最後から3番目のに近づいて、この日本を監督されました高橋ひろみ監督です。バナルトゥーザネクストジャーニーを監督されました谷口北斗監督です。よろしくお願いします。信じるということの監督、同志社大学の、池田大輔監督です。野本監督の作品 の、ご出演、女優さんですね。はい、はい、そうです。森さん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。普通の日々監督されました、監督の代理の小林さん。そうそうそう、はい、ありがとうございます。高校生監督、ね、タイトルが、声を聞かせて、はい、はい、原川聖波監督です。石垣島で上映された監督ですね、大谷真由監督です。日本語でもないし、なんか古い言葉でもないでしょ、テーラ前やはずなのに、竹富の言葉のはずなのに。本日見ていただいた中で一番良かったなという作品をですね、用紙にご記入いただきまして、まあ本当に15冊の本を読んだような感触があると思います。今日はおいでいただいております。土屋さんか、なんとかこう、まあ、映像としてはすごく新しい時代が来たなという感じがしますね。もう、テレビ局の時代じゃないなと、いう気が改めてしましたね。まあ、これから本当に、こういった、まあ、ドキュメンタリーというくくりが合ってるかどうかもわからないぐらいの、その新しい時代の映像がこれからやっぱりで、その自分にしか撮れないものを、撮るのがドキュメンタリーだと、その時話を聞いてくれた高校生が、まあ、作ってくれたものが本当にそういうものになっていたのがすごく嬉しかったというのがまず一つ、そしてまあ、毎年毎年その映像作品というか映画というものが増えてるんですよね。公開されるもの自体が、皆さんが持ってるその今のスマホがもう昔の映画の、を撮れるカメラと同じぐらいの、まあ、画質性能がある、ということも含めてですね、それから編集は昔は例えば1時間何万円という単位でしか編集できなかったものがもう本当にほぼ無料でパソコン上でできるというようなことがあって、どんどん作品が生まれている。その中でやっぱりこういった映画祭が行われて、こういった作品が生まれてくる、つまり、作家、監督みたいなものが何を撮るか、数万倍の、作品を世の中に送り出してそれが見られていくという時代に確実になっていて、これはそれは多分これからももっと広がっていくだろう。じゃあ1作目のバブルズ・オン・ザ・レイクサイドという作品 と、最後から3番目のに近づいてを監督しました高橋ひろみと申します。バブルズ・オン・ザ・レイクサイドはミャンマーに行った時にミャンマーはたくさんロヒンギャとか難民の問題であったり貧困の問題であったり経済発展の格差の問題であったりすごい表に取り上げられることが多いんですけど、そうじゃなくて彼らのなんか精神的な部分というかを映像を通してその人 の感じ方で感じてもらいたいなと思ってその作品を作りました。
でもう一つのに近づいては、やっぱりドキュメンタリーを撮っていたりあのフィクションの撮影とかをやらせていただくとあの撮るっていうことがどういうことかってずっと考えることが多くてなんだろうやっぱり客観的な映像っていうものじゃなくてそれをさらに飛び越えて何かこう関係性の中で伝えられるメッセージがあればいいなと思って撮りました。ミャンマーのものっていうのは、はい、例えば、まあ、時間軸で言うとなんかこう絵のつながり方が、はい、まあ、あのレイクサイド行きました、まあ気がつくものをこう撮っていったらば、はい、そのシャボン玉売りがついて、はい、それに気になって追っていって彼にスポット当てようという形でこう撮り始めたみたいなところはある。そうですね、あの、うん、最初1週間、まあ、2週間ぐらい向こうで取材をしていてそうしたらサルモネラになってしまって撮影ができなくなっちゃったんです。それであのどうしてもおじさんも多分撮りたいしこれからも撮りに来るからもうあのここにいるって聞いたら毎土曜日に日曜日は絶対いるよって言ってそのまま1ヶ月後にあのもう1回行ってそれで撮りました。なるほど。であとはあの、まあ あのね、おばあ様を、はい、あの撮ってるものも撮ってる側とそれから、まあ、被写体、はい、この関係がなくしては完全にありえないなんてこう作品というか、はい、お母さんのこととかだから、まあ、お父さんのことも、はい、まあ、逆におばあさんからどう思ってるのというふうに聞かれるところを編集して切ってしまうっていうやり方もあるわけですよね。おばあさんを撮るということじゃなくて自分も含めたその関係性が作品であるとい う、はい、まあ、ところ があのすごく印象的でしたけど、はい、ありがとうございます。タイトルのに近づいてっていうのはどういう意味でですか。あ、本当にあのいろんな意味があるようにとかそこに当てはめて考えてほしくて、まあ、本当におばあちゃんが最後というか死という言葉を使いたくないですけどに近づいていってるのとか、まあ、ある意味人生の達人みたいな域に近づいていってるとか、まあ、私自身が彼女に近づいてみたいな意味も含めてつけました。よそ者の唯一の、プロデューサーをしていました金吉真秀と申します。監督がちょっと今日来れなかったのでこの映画を撮ろうと思ったのはやはり私たちが住んでいる石垣島はあの年々いろんな人が移住してきてくる中でその島という固い絆が結ばれたところでどのようにしてその移住者がこう馴染んでいくか溶け込んでいけるかっていうのをそのリアルなものを撮っていこうと思って撮りました。まあ、監督といろいろ相談して長島先生にもいろいろ指導してもらいよくこれを1ヶ月2ヶ月で作り上げたなと本当に感動しつつ達成感もすごいあります。なんか20年いる方ですか。あの方ってどういうふうに出会えたんですか。あの釣り仲間みたいな感じで知り合ったっていう感じで、まあ、すごい近かったんですけれどもだからこそいろんなものが聞けたかなって感じはします。大物釣りが好きだからって、まあ、メンターがいてっていうところにもう一つそのこの外側としてその、まあ、島んちゅと、まあ、あの中の人というか来た人の、まあ、ところニュートラルな位置にあの人がこう両方に入ってるっていうことがすごく分かりやすくなったというかなんかそんな感じがしましたね。普通ああいうのってなかなかこう乗った時にねあんな大きいのがうまくタイミングで、はい、なんかこう何回もそういう、また乗るのかなと思ってたら一発で撮れたらしいのです、ね、映像の神様が微笑んだ本当にありがたいです、はい、声を聞かせてを制作しました静岡大成高等学校放送部3年の田中誠平です。まずこの沖縄の基地問題というものを作成するにあたってはそのきっかけとなったのが、まあ、その静岡県にもその自衛隊の東富士演習場というものがございまして爆音にとても驚いてその世界一危険と言われている普天間基地に思いを馳せるようになったのがきっかけです。で空港からこう入ってくるカットから入ってますけど、はい、あれ何日ぐらい、4日間です、ね、4日間ってことは事前の準備がアポイントメントとかそういうものがかなりきちんとできてたっていう。はい、計画立ててスムーズに行けるように実際の取材でも心がありました。行く前にある種の最終台本みたいなのができててで帰ってきてもう一回作り直したみたいなところがあるんですか。構成としては、まあ、やはり最終的には、まあ、最初一番最初のやつとはまた違う形です、うん、新たな発見ってあえて言うと何ですか。
そうですね、まあ、例えば先ほど番組で出た低幕の方、反対している方々や、まあ、その辺野古あたりでその容認、条件付き容認をしている方々というものがどのような気持ちで、まあ、それぞれの意見を表明しているのかというものは全くやはり現地に行かないとわからないことでしたので、はい、その辺がとても勉強になりました、ね、この問題を多くの方が知って沖縄の人たちに寄り添うことが今私たちができる最善のことかなと思いました、うん、最後のあの3ショットからあのドローンでドーンと引いていくカットはかなり計算してたんですか、うん、イメージで頭の中にイメージしてそのようなカットが取れるようにしました。ドローンがもう使えるんですよ。いやいや今回結構ドローンを使っている方がいらっしゃいましたし、はい、ありがとうございました。ザ・ワード記憶の記録竹富島というものを制作させていただきました。ちなみにあの昨日観客賞とかありがとうございます。八重山ライブラリー制作でその代表で来て今回あのこちらの方に来させていただきました。私浦郷と申します。監督の広田の方は来れずに私が湘南の方に住んでおりまして、こういった縁であの私たち偶然にも3名の女性たちやってるんですけども、2人が八重山、私が湘南で活動しているという状態で今回このような機会がありまして、うん、私たちのために出たんじゃないかと思いながら今日は草来させていただきました。私たちのためにやるんじゃないかポジティブシンキングな感じでちょっと参りました、はいはい、そもそもこの活動がですね、八重山に残っているおじいさんおばあさん、これから、ね、あのいなくなってしまったら失ってしまうじゃないかという文化や言葉というものを記録していこうと思って活動しているものです。それを未来に残していこうという活動で今回いいきっかけいただいたのでまとめて映画という形にさせていただきました。それでそもそも私ともう一人の広田がテレビ出身でディレクターをしております。で、テレビじゃできないことをせっかくだからやろうということも踏まえて私たちの活動としてはインタビューをひたすら聞く、編集しない、そのままにするみたいな形で、作っていたものを今回あえてマザーワード言葉からこう感じられる色彩や情景やそのままの形でお届けしようと思いまして、そのようなタイトルにさせていただきました。じゃあもうかなりその何年も、まあ、取りためてきたものをこの機会に、まあ、まとめたという感じ。東京の生活が嫌で竹富島に旅をしたところが始まったんですけども、その時にカメラ1台を持って、おばあさんに突撃インタビューをしたのが今日もちょっと使われてたりとか、それが 4,5 年前になります。2人とも主婦ですので、無理をしないように残していこうというテーマでやっております。なんか撮影に来ましたっていうポジションの距離感ではない、そのすごくリラックスしてるし、いやあなたが聞きに来たからこれはその言うのよっていうなんかこうことがすごくやっぱりあのこうギャザリングとしてすごく貴重なものが撮られているなっていうことと、そのインタビュー以外のカットのところがすごくやっぱりあのすごく映像がこうあのまあ気持ちが入ってるし、映像師としてのなんかこうあのものが見事だなというふうに思いましたので、はい、資料としてもすごくこれは価値のあるものですよね。あのもちろん資料としては本にすることもできるんですけども、その時の思いだったりとか、記憶でしか残せないものだったりとかっていうのがあると思うので、それを映像が叶えてくれるものじゃないかと思って、活動してます。バナル、To the Next Journey という、作品の方でディレクション、カメラマン編集、行いました谷口と申します。この度あのちょっと実行委員の皆様とか、審査員の皆さん本当にあのこのような貴重な機会いただきまして誠にありがとうございました。あの今回の作品の方は実はあの、その主役となっているあのインタビューを受けていらっしゃるその和歌山さんの方から、まあ、会社が3周年を迎えたので、まあ、あの撮れるでしょう、撮ってほしいというようなことをおっしゃっていただいて、それであの制作したものになります。任せるよ全部っていうふうにおっしゃっていただいて、それではあのこういうスタイルのドキュメンタリーでいこうというのをこちらから提案させていただいてあの撮らせてもらいました。人と人を何かしらの形でつなぐという映像にしたくて、人生って何でしょうっていうところからその場で
旅だな僕にとってはっていうところからほとんど骨を作っていったっていうような形になりました。何の前の知識もなく、まあ、見始めて、でそういうことをやっている方の夢だり、で最後の本になってあれこれ企業 PR かな最後発注されて作ったもんだなっていうのがまあまあ最後のパッケージのところで分かるんですけど、逆に言うとそういったものでも作り手側がその、まあ、その対象者に対してやっぱりきちんと思いがこうの乗っかるというかというところがあればドキュメンタリーにやっぱりなるんだなっていうのがすごく感じましたし、発注した方に、まあ、恵まれるとこういった作品が、まあ、できるっていうのはすごく希望のある、ね、ものすごくうるさく言われて不本意ながら直したりなんかすることも多分あるんだと思うけど、撮影機材って何を使うの？あ、僕も知らない。すごい綺麗だし、構図も綺麗だし、一般的な本当に今そこで回してくれてる、はい、作品は、富士フィルムの XH1 という面積を使って一応撮ってます。で、まあ基本的にそのライティングとかは多少するんですけども、撮りの段階でちゃんと作ってあれば何もほぼ加工しなくても状態にはなるので、そのことだけ注意しながらいいルックで撮っておくっていうことを意識して撮ってますね、はい、やっぱりこうクライアント側とこう作り手側がすごく一致してるいい作品になってますね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。信じるということは制作させていただきました、同志社大学、2回の、池田大輔と申します。僕の作品はなんかすごいこの皆さんクオリティが高い作品の中でなんかトースポとか月刊部はどういうものをなんかぶち込んでしまうと申し訳ないなという気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、その制作するきっかけはあちらにおられる大谷さんと一緒にドキュメンタリーを大学の授業で作っておりまして、まあ、その取材を通してこの普通のちょっとキリスト教の方とは違う、まあ、結構そのネットとかで調べてもらえば、まあ、カルト宗教がこう出てくるような、まあ、そういうふうに言われている人たちなんですけども、その実際にその取材をしてみますと、まあ、すごいその人間らしいというか、まあ、そのすごくその、まあ、僕から見るとその幸せかといえばそうではないのかもしれないけれども、まあ、彼らにとってはああいう生き方がすごい幸せなんだなっていうのがまあ伝わってきて、自分の価値観だけでその物事を測ってはいけないなということをまあ取材を通してまあ学ばせていただきました。ある意味非常にショックを受けたというか、いう映像でしたね。逆に言うとすごくその例えばこれがどこにあってなんかこうそのバックボーンが何でっていうことが全くなくて、でこう見ながらだんだん分かってくる、である種こうほっぽり出されておしまいみたいなところも含めて、でその中でその信じるということというその人間の割かなり攻撃的なもののテーマにこう本当にこう迫っていけるというか、あれどういうどこで知り合っちゃったんですか？結構そのネットとかで有名なカルト教団って言われている人たちで、本当は僕京都とかそっち秋田そこまでじゃあ行って、はい、初めましてで撮り始めた電話をして、はい、まあ、取材したいんですけど電話してでもお金なかったんでヒッチハイクで人が見せて最初じゃあ車で迎えに来てもらったぐらいの感じですか？あ、その駅まで迎えに来てくれました、はい、まあ、だからファーストカットというか辺になる、うん、あ、はい、そういう感じで、隣の方というかっていうところがあこっちかこっちにフォーカスしたら面白そうだってのはもうだから行って気がつくみたいな感じ、最初は教祖で神父の方に焦点を当てて描こうと思っていたんですけれども、そのどうもこうピエロというかこう話をどんどん反らしていって、その革新的な部分につくと、例えばこう2019年地球は滅亡するんだよみたいな話に切り替えられちゃって、どうもその僕じゃ手に負えないなってすごすぎて、だから隣の方にちょっとまだ取材しやすそうかなって思って焦点を向けていくと、まあ、意外と面白いな、はい、どんどん出てきて、彼を信仰にしようっていう感じで、現場での匂いをこうかき分けこっちに突っ込んでいきねっていうところも面白くありがとうございます、思いま
ましたけど、はい、もうあの準備したね原稿をバーって捨てる時ってあるんですよ。それができるかできないか大きな境目なんですけど、ドキュメンタリーでそれがサッとできたっていうのはすごいなと思いますし、本当に映画的な作品を映画で作られたなって気がしましたね。神父は足が悪くてなかなか出歩けなくて、で隣 の, あの、コルベマリンという方もあのうつ病で一人じゃ出歩けないという状況で、こう絵的にこうずっとインタビュー状態になってしまうんで、それは困ったなっていうことで、あのこの帰りの車の中でなんか近くにあのキリスト教の殉教者とかがあるみたいな話を聞いてて、まあ、僕すごく興味あるんで、はいはい、めっちゃ行きたいんですよアピールをしたら、はいはい、次の日連れて行ってやると言われて一人で行くんですか。友達に最初誘ってたんですけど、はいはい、怖くて行けないって言われてその子は秋田で観光してて僕だけこう一人で一人で行った。着いた時はちょっと怖かったですね。赤いこうなんかこうジュースみたいに出されてちょっと怖いじゃないですか。普通にあのトマトジュースやったんですけどすごいそういうの怖かったりしまして慣れていくうちに全然いい人やったなって、だからそこの距離もなんとなくそのなんとかあこの人たちをなんかこう分かってしまうというか、あのあ信じるってこういうことなんだなっていうなんかこうあのなんだろう、あのカルトに対してって思ってるんじゃなくて、あこの人たちのこの言うことって分かるなっていう作りになってるっていうのがやっぱりあの監督のというか撮った側のやっぱり素晴らしいところだなと思いましたね。次は何に参りましょうかの、プロデューサーとですね、脚本を、監督の田本と共作させていただきました稲村です。あとあの隣に今日は、はい、お母さん役をやっていただいた、はいはい、あ森恵美と申します。いやもう私電波少年私ドキドキどん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 近づいてくるのがテーマソングがこう日和さんが電波少年だいや私あの登壇してこんな緊張したことないんですけどもこれはあの どういったその目的で作ったというか、はい、その辺はちょっと私日本心理学会所属の認定心理師です。であの塾に通えない子どもたちの教室をやっています。でそこに別の作品の相談で監督の野本が来た時にちょっとあの発達面でいろいろとあるあのお母さんもですけれどもわーっと喋っていたのを聞いた時に監督はあのそういうの知らないのびっくりしてしまったところから私がいろいろな話をして発達障害と言われる子どもたちにさらにお母さん方とあのの子育て感というのをですねたくさんの方に知っていただければな。実際あの分かりづらい方たちが一番大変ですね。私いつもあのなんだろう明るくて元気なお母さん役をいただくことが多いんですけれども今回ですねやっぱりあのモデルとなる母親の方がいるわけですからそれに沿っていろいろ役作りというものをすごく苦労しまして、で最初あの見た方にちょっとスピーカー的だとか怖すぎるとかちょっと不自然じゃないかっていうようなあの意見をいただいて私もあのちょっと悩んだことがあったんですけれども見てくださった方があの私のところに来てあの自分の母親と全く同じだと。すごく自分だけで悩んでたけれどもこの映画を見て少しほっとしましたという声もいただいたのでその中でいろいろ会話ができるそういった映画になったらいいなと思いまして、はい、確かにその発達障害っていうこと自体がここ十数年ぐらいですよね。そうですねそれをこういう、まあ、作品の具体的な事例が、まあ、分かるということではすごく意味のあるあの作品そうですね、昔であったらちょっとやんちゃな子であったり、そうですよね、ちょっと忘れ物の子ですよね、落ち着きのない子とかね、はい、そうですね、お母さんたちもあの、うん、その言葉が良くも悪くも一人歩きしてしまった上で、自分がそうでないかと悩む方多いんですけど、そうであったとしても、こんなんじゃなければ全然個性だと思うんですが。
世代的にあれしたことによって、あ、確かにこの世代ってこういう受け止め方をしてたよなっていうことが、まあ、書かれるってことですよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。普通の日々の制作をいたしました、小林と申します。私たちは日本でね、募金活動をして単純の子どもたちの学費とか生活費を支援しているんですけれども、ただこうお金を送って、あるいは建物を建てたりとかっていうだけじゃなくて、何かこう違う形でアプローチしたいなっていうことで、子どもたち の表現力だとかチームワークとかコミュニケーション能力をこう育てるようなお手伝いをしようというので、ビデオカメラを持たせて、映像作りを撮影というのを2011年からやってまして、これまで9年、10年、そうですね。ね、もうその子たちはやっぱりドラマを作りたがっていまして、ドラマをずっと作ってたんですが、もうドラマといってもその台本なんて書けないんで、自分たちの生い立ちとか実際に起きたことを脚本化して、それでドラマにする。まあね、子供たち12人で11人ですか。そうですね。ね、が監督であるという、まあ、そのくくり方も非常に新鮮だし、やっぱりこれから その映像の作り方っていう感じもしたし、でとかくやっぱり我々とかそのいろんなドキュメンタリーってルワンダ行くと、やっぱりその普通ではないところを撮ろうとしてしまうというかっていうところが、その子どもたちが自分たちで普通の部分を撮るという、その撮った子どもたちの映像をまあ見事に編集したなと思ったんですけど、それはどう？使える映像ってなかなか少ない。だからああいう短いカットをつなげるようになってしまって、長い絵がなかなか残らなかったっていうのもあるんですけれども、はい、でも編集をされた、一緒にやりました、ね、っていう、一緒にやったんですか、はい、次はこうしよう、ああしようみたいなと思う。使えるだけをまず僕が選んで、はい、選んでそれを見せて、あとはもう並べなさいと、でそれをまた僕が見て、これ入れ替えるからねっていう。まあ受験生だったっていうこともあって、すごい限られた時間で自分がどういうものを作れるのかなってすごい考えた時に、西表島っていうところに、石垣島からちょっとまた船で1時間弱ぐらいのところにおばあちゃんが住んでて、そこにおばあちゃんがいるんですけど、まあ、病院通いをしていて、もう今はだんだんもう年も取ってきてすごい辛いっていうことを言ってたし、おばあちゃんはやっぱ戦争を体験してて、船に乗るのがあんまり好きじゃなかったり、音とかが大きくて。おばあちゃんは出てな、おばあちゃん出てない、あ、出てないですね、はい、なんか僕からすると、そのおばあちゃんからスタートするっていう作り方もひょっとしたらあったかなって、今のお話を聞いてなんかちょっと思ったりしましたけど、はい、今一度各監督に、そして土屋さんに拍手をお願い申し上げます。ありがとうございました。長谷川昇様に乾杯のご発声をお願いしたいと存じます。こんばんは。今日は素晴らしいものを見せてもらったなと、とりわけですね、映像を見た後の感想の場面が大変勉強になりました。今日長嶋さんって接種長の前、そういえばフジテレビにいたんだということで、改めて映像関係のつながりを確認していただいたところです。横須賀を舞台にした映画も一緒にこう作りながら、そういった横須賀の監督も交えてですね、できたらもっともっと面白くなるなと思いますので、ぜひまた今日きっかけに、また2回目、3回目、4回目と続くように頑張っていただければと思います。乾杯！ありがとうございました。長谷川先生でございました。この人の力なくしてはできませんでした。長嶋一義さん、この、初めてやる、石垣島湘南国際ドキュメンタリー映画祭に、ご応募いただき、あるいはその石垣島とこの湘南佐島を弾丸ツアー同行していただいた皆さん、本当にありがとうございます。でこの映画祭はですね、ちょうど1年ほど前にですね、石垣公営塾で私が子どもたちに、映像を教えたときにですね、せっかくいい作品を作って、まあ、国際学生映画祭で応募するんですけど、倍率もすごいんで、日の目の当たる場所を自分たちで作ろうということが出発点です。人を育てるための映画祭だということで、やらせていただいております。まず、
観客賞の方から、発表させていただきたいと思います。声を聞かせて。いや、監督、静岡大成高校3年丸川せいや。はい、ありがとうございます。食品です。おめでとうございます。作品見たらね、とっとと皆さん変えられましたもんね。一般部門、対象がですね、バナル、トゥーザネクストジャーニー、監督、谷口北斗さん、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。学生 B 部門、高校生以下、対象がですね、時を超えてつなぐ、監督、八重山高校3年、玉城大地監督ですね。おめでとうございます。本人は残念ながらカナダに今いるのかな。 A 部門、大学生以上、グランプリはですね、日本大学3年、高橋ひろみ監督、に近づいてですね。はい、はい、おめでとうございます。国際コンペ部門、グランプリはですね、普通の日々成果、賞金、5万円になります。おー、はい、おー、ありがとうございます。それでは、2019年第1回石垣島湘南国際ドキュメンタリー映画祭の大賞を発表したいと思います。ザ・ワーズ、おー、記憶の記録、竹富島、監督、広田敦夫さん。大賞グランプリ、八重山アライブラリー、広田敦夫の作品名、ザ・ワーズ、記憶の記録、竹富島ということです。おめでとうございます。ありがとうございます。もう言葉にならないぐらい嬉しいですけど、でもザ・ワードっていう図っていうタイトルにしたからには、ちょっと言葉で皆様に御礼を申し上げたいと思います。この度はこう記念すべき第1回の、湘南と石垣を結んだ、国際ドキュメンタリー映画祭にこのような素晴らしい賞をいただきまして本当にありがとうございます。最初に申し上げたいのは、島の皆さん、今回ご協力してくださった皆さんに感謝の、この場を借りて感謝の言葉を述べたいと思います。本当にありがとうございました。私たちは、本当に大切なものを残したいという気持ちで、おじいさん、おばあさんの言葉を取り続けております。本当に光り輝くような言葉が、未来に続くような言葉がたくさん含まれています。昔話のように語り継がれることを祈って、今回作りました。このような作品を本当にいただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。本日は皆様この時間まで、残っていただきまして、そしてまた受賞された皆さん、本当にありがとうございました。このドキュメンタリー映画祭第2回第3回と目指していきたいというように長嶋さんも思っていると思いますので、その際にはぜひご参加いただければいいと思っております。本日は本当に皆様ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。おめでとうございました。ありがとうございました。集合写真、はい、集合写真、集合写真、全員で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 全員最高ですか。イエーイ、ありがとうございました。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 ちょっとついてきたからやったね今日は。